とあにです。今日の企画は何ですか？今日の企画はなんと三つひばり二人三脚負けたことない説を立証。イエーイ。二人三脚ね、負けたことないってひまりさんがよく言ってたんですけど、本当ですか？言ってた。でも中学校高校と毎年二人三脚出てたんですけど、一回も負けたことありません。でも足はそんな単体で走るとそんな速くないんですけど、二人三脚だと負けないです、うん。あ、じゃあそれをね、今日本当かどうか調べたいと思います。やってみましょう。行きます。よーい、スタート。1勝目おめでとうございます。ありがとうございます。勝利インタビューお願いします。結構1戦目にしては良かったんじゃないかな。余裕の意味ですね。じゃあ2戦目頑張っていきましょう。おめでとうございます。ありがとうございます。やっぱどうでしたか？2戦目プロって感じでした。隣がすごい安定してなんかすごかったです。すごかったです。どうですか、ひまりさんは？結構よかった、いい走りができた。じゃあ3戦目もお願いします。お疲れ様です。ひまりさん、初敗北となりましたか？いかがでしょうか？でも結構いいスタートだったと思うんですけど、まあ、結局はね、やっぱ練習が大事っていうことが分かりました。皆さんいっぱい練習しましょう。どこでやる機会あるんですか？でもなんか久々にあの大好きな兄さんできてドラッとできてよかったです。イエーイ。またリベンジします。王者奪還するぞ。あー、変身するそうです。お願いします。ラーメン屋の店主になります。農家の女農家の娘かな。あ、いいよ。美味しいラーメン作るぞ。あ、いいよ。いいね。野菜持ってきてください。職場体験でした。職場体験でした。